汗だくだったんですけど、はい、楽しく終われました。 DJ イベントも楽しかったです。音響トラブル、あの船だから、あのその音のね、電源の問題とかもあったりしていろいろあったんですけど、めっちゃ楽しかったです。 DJ 赤りんごさんが最高でした。こんばんは。陣内さんお疲れ。ひろし BKK さん、バルーン、たかしんさん、陣内さん、音符、みきやくんありがとう。こちらこそありがとう。ひろっつさんマイク、かんさん音符、愛媛のカープ男子さんハート、もちはださん、藤岡猫にゃさん、りょうへいさんハート、スプマンテさん、ハイビスカス、さわっちょさん音符、ふくちゃんお疲れありがとう、みゆちゃん、もりもりさん、ちいさん音符ありがとう、マークお断りです、広瀬こいつさんマイクありがとう、めっちゃきのこさんマイクと音符、こうじさんマイク、フジポンハート、大愚さん音符、コナンさん音符、しんいちさんお疲れ、ポールさんお疲れありがとう、右田ピッポさんお疲れじゃなかった、マイクと音符、大吉さんハートありがとう、クロさんだるま、ゼタンありがとう、こちらこそ、しおなさんハート、アルテミスさんマイク、しんいちさんありがとう、こちらこそです、福太郎さんお疲れありがとう、ぼやりさんお疲れありがとう、コロネさんマイク、クロさん音符ありがとうございます、ヤマケンさん音符、レネさん音符、あ間違った、さっきマイクだった、ヤマケンさんマイク、レネさん音符ありがとうございます。もうね、楽しかったって気持ちをみんなにこう表現するにはもう言葉が、いい言葉が浮かばないから、一回体験してみてほしいって感じです。しーちさんマイクありがとう、りゅうやさんマイク、ふくちゃんありがとう、こちらこそありがとう、やまさんハイビスカス、じんだいさんハートありがとう、じんさん音符ありがとう、なりばーさんハイビスカスありがとう。うん、楽しかった。今回落選していけなかったって方はもうぜひぜひぜひ今後またあればリベンジしてほしいです。とある裏路地のボノさん、バラ、ミキヤくん、アイス、クックさんマイクありがとう、ドミヤキさんハイビスカスありがとう、ありがとうございました、こちらこそありがとうございました、ムさんハートありがとう、ゼットさんお疲れ、センパチさん音符ありがとう。もう今日ね、綺麗に巻いてあったこの髪がもうこんな汗と塩かな、海だから、でもこんなになるぐらいには暑かったんですけど、ファンの皆さんはもっと暑かったと思うんですけど、空調のついた部屋と空調のない場所の温度差がとんでもなかったです。とんでもなくでした。ハーリーさんマイクありがとうございます、しんちゃんさん、しんいちさん、すりさるさんハート、 Z さんジュースありがとう、かえでさん音符ありがとう。そう、めっちゃね楽しかったです。みんな暑そうだった。ファンの皆さんはメンバーがね、船に乗る時もずっと外で並んでて、もう絶対暑いと思って、でそのメンバーが待機するとこの窓からずっとカーテンからこうやってあ、みんな並んで暑そうって思って見てたんですよ。で船に乗った後もね、そう、涼しい場所とね、やっぱり日の当たる場所だったんですけど、いやでも暑さ忘れるぐらい楽しかったよ。汗だくでも楽しかった、最高、シーパセオ最高。次はシースピカに乗ります。2週間後シースピカです。キャー、今日はくるくるとサイアンとずっと同じチームだったので、チーム分けはねもう事前にスタッフさんの方でされてて、多分名前順で分かれてたのよ。名前順3人と3人4人で分かれてて、今日くるくるとヤンと同じチームだったんですけど、私たちのチームはビンゴ大会と物販大会が
開催されました。ビンゴ、私30分ずっとビンゴ読み上げて盛り上げる係だったんですよ。30分一人で読み上げる係を2回、2部制だったので2回やったから結構声がガサガサです、はい、ビンゴ頑張りました。でも物販も物販でね、ファンの皆さんとおしゃべりしたりし、働くからさ、こうグッズ渡したり、物販の方も喉大丈夫か心配です。一人で参加しても楽しめるかな。え、全然もう一人でも安心してほしい。来週あの他のメンバーでまたあるんですけど、もうね、来週のメンバーも、あ、来週のメンバーはなんかリネがいるからめっちゃ盛り上がりそう。間違いないじゃん、もうパリピいるから DJ イベントとかももっと盛り上がりそう。 G2 さんお疲れありがとう。 C1 さん、回復薬、ミツルかわいい、ルクスツヌさんだるま、ジンさんハートギフト、プーさんレインボースターありがとうございます。こんばんは。船酔い大丈夫だった？大丈夫だったよ。でも結構揺れてたかも。ビンゴ読んでる間もずっとなんかこうちょっとあってなんかちょっとふわふわするけど、そんな揺れは落ち着いてましたよ。そう、私が今日ビンゴ大会したんですけど、ビンゴで先着5名様にプレゼントっていうことで、メンバーくるくるサーヤンパセリとファンの方一人で一緒に写真を撮れる権利がプレゼントだったんですけど、なんとその2部の方、 A チーム B チームってファンの方もあって、その B チームの方のビンゴをした5人全員サーヤン推しでもなければくるくる推しでもないしパセリ推しでもないっていう、あのもう一個のチームのメンバー推しの方がビンゴして、もう大変申し訳ない、めちゃめちゃ申し訳ないね結果となりました。ごめんね、推し名なくて。まあでもパセのとこに来てくださってる方は一人ね、まあ、いたからよかったんですけど。そうなんですよ、まあ、それも運命ということで、おしまし検討してもらえたらと思います。こんばんは、楽しかった。もうね、 DJ パーティーは DJ パーティーはねアイドルソングだったから盛り上がれた。なんかヨーヨーみたいな感じかと思って、なんかドゥンドゥンドゥンみたいな感じかと思って、まあ、乗り方わからん、行ったことない、そういう場に行ったことないと思ってビビったんですけど、アイドルソング DJ タイムだったので、あのめっちゃ盛り上がりました。うん、楽しかったです。しーちさんマイクありがとう。そうなの、スーパーガールズさんのマックス乙女心が流れて、でもノアピがみたいな顔してね、隣で、え、待って、これ世代ジェネレーションギャップえと思いながら一人熱唱してたんだけど、目の前にいたファンの方も熱唱してて、聞いたらもともとスーパーガールズさんが好きだったらしくて、しかも前島亜美さん、亜美田さんが好きって、そこで多分2人しか、あの場で2人しかもうへえってなってなかった気するってぐらい、もうなんかたまたま目の前にいた方と意思疎通してしまいました。イエーイイエーイって言って盛り上がっちゃった。おっさんバラありがとう。コーラさんお断りです。キムさん尊い。ワウワウさんお疲れ。明石の金じいさん、しーちさんマイク、ゆうちょさんマイク、よしかずさん音符、真空拳さんだるま、みきやくん、マイクありがとうございます。キムさん尊いと音符ありがとうございます。バルーンもありがとうございます。ありがとう。あ、界隈ギャップ、確かにそうかも。ノーピーは多分あの夏メロとか懐かしいソングとかがね詳しい、詳しいですよ。あの平成昭和とかの曲に詳しい。ちょっとパセの
ツイートのリプとか見ようっと。あ、リプありがとうございます。ツイート、サーヤンとクルクルとパセリ全員同じ写真あげてた。みんなこれの写真あげてた。これ撮ってるやつ、これみんなこの写真あげてる。お、ポストカード、パちゃんのサイン入りでした。今日書いたよ。書きたてほやほやだよ。ほやほやです。メッセージも全部違うよ。キングさん、マイカありがとう。マイカー声ありょうなどで申し込みます。ぜひぜひです。リニューアル前、リニューアル前対バン形式です。ジッツーさん、マイカありがとう。こんばんは。明日は早起き頑張るどん。明日夜配信します。明日朝は配信ないです。明日夜配信するね。よろしくお願いします。カズノシンさん、最高ありがとう。最高かよ。 I wanna do, I wanna do, I wanna kiss, I wanna kiss、 君って君って最高かよ。恋って恋って最高かよ。うん、明日夜配信できます。ありがとうキングさん。マイク、トレードしてもらえたね。よかったよかった、優しい人がいてよかった、ありがとう。明日は何時に起きようかな。4時半とか。でもなんか今アドレナリンが出てるからアドレナリンがもう放出されとるからさ、眠れなさそう。コウさん、音符ありがとう。栃木のスーさん、マイク。 Z さん、アイスありがとう。パセリさんグッズ全部買いました。全部買ってくれたの、ありがとう。パセリずっとビンゴ読んどったから物販行けなくてごめんよ。明日は物販登場するね。今日の髪型、今日は編み込んであるんですよ。編み込んであって、こことここで編み込んで1個にまとめてあります。ここに、こんなんです。見えるか、見えるかな、はい、見える。まとめてあります。シンプルにしてもらいました。キングさん、長崎県民さん、マイクありがとう。ルースさん、オープンありがとう、ありがとう。春坊さん、マイク。瀬戸内のミニマロンさん、かわいい、ありがとう。服、そう、久々に着た、1年ぶりに着たかも、この服。ワンピースです、これ。ユニクロです。これね、古着屋さんで、え、かわいいと思って買ったんよ。で、帰ってタグ見たらユニクロって書いてて、知らぬ間にユニクロゲットした。めっちゃお気に入り。これ去年、マイカーの、ボーリング大会、ファンの方とやるボーリング大会の時に着ていったんやけど、あ、着ていこうと思ったんや、これを。で、着ていかずに、そのボーリング大会の日の後にノイミーさんのライブに行ったんですね、去年。で、ノイミーさんのライブで着るようにしようと思って、そのボーリング大会はワンピース危ないと思ってね、一応スポーツだから、運動するから動くから危ないと思ってズボンで行ったんですけど、なんとユミリンさんが色違いを着てて、もしかしたら私がこれを着ていてたら双子コーデっていう話で盛り上がれたかもしれないと思って、後悔したワンピースになります。着ていけばよかったっていう後悔のワンピースです。そう、偶然、多分同じ色違いだった。そう、ユミリンさんと1年ぶりに来ました。これを着るたびに思い出します。こういうなんかワンピースよく着てますよね、ユミニさん。お姉さんワンピース、こんばんは。今日は楽しすぎたのです。ジャーパングさん、マイクありがとう。マイク、
明日はどんな髪にしようかな。明日はティフでございます。ティフ？ティフティフ？明日はお台場に行きます。来週のお話し会も楽しみです。お話し会もよろしくお願いします。また広島で会いましょうね。ホセさん、音符ありがとう。カマちゃん、音符ありがとう。ノクさん、ありがとう。マクールさん、マイクありがとう。キングさん、マイクありがとう。ポンさん、ハイビスカス、ありがとう。そうだね、2週連続お台場。明日と10日もお台場。9日はまた違うよね。六本木だよね。あれでしょう、長浜ヌルさんのタラミのみかんゼリー、みかんじゃない、タラミゼリー、楽しみ。明日天気が不安定。そうなの？明日野外なのに。マジ？そうなん？去年もだったよ。去年もね、天気がね、雨降ったり。 STU の本番前と本番後に雨降って、本番中は止んでた。マジか。いい感じに曇ったらいいな。マウナさん、バルーンありがとう。ありがとう。アイキューバルさん、ハートありがとう。クルージング行きたかったです。またね、第3弾以降パセリが出ることがあったら一緒にまた楽しみましょう。楽しもう。めちゃめちゃあちあちだったよ。カズノシンさん、ハートありがとう。明日快晴なの？快晴な。どっちどっち？不安定なの？どっちなの？調べるね。お台場。お台場。検索。やばい。お台場って検索しても出なかった。東京都。うん、表示してくれない。お題は、明日は晴れ時々曇りって書いてある。晴れ時々曇り、降水確率 20%、 紫外線非常に強い、熱中症危険って書いてます。非常に強いって紫外線。いやだわ、焼けちゃうやん。焼けてまうやん。わん。そうなんよね、広島が雨だよね。広島、明日雷マークついてます。マジか。広島がやばい。広島ちょっとしばらく雨続くかもしれない。よかった、今日じゃなくて。今日だったらもう雷を受けながらクルージングするとこだった。あ、危ない。後半パチさん、バラありがとう。一応レインコートいるかもですね、客席。わかんないもんね。お天気、今日はいっぱい汗かいて運動した気分になっとる。帰ってきてから冷やし中華食べました。コンビニで。もうスーパーが閉まってて、帰り
コンビニで冷やし中華買ってきた。ミニ冷やし中華。アイスはこれからです。あ、アイス1個食べました。シーパセオでセブンティーンアイス食べたよ。そういえばそう、マネージャーさんが買ってくださったの、全メンバー分。あー美味しかった、セブンティーンアイス。でもセブンティーンアイス久々すぎて食べ方、あ、食べ方どうだっけと思って、なんかもう難しくて無事に垂れずに食べれました。やっぱ早く食べるのがコツだね、あれは。そう、船にあったんよ。シーパセオに自販機があって、もう昨日の配信からさ、昨日の夜配信で普通に自腹で買おうと思って何味にするか決めとったんよね。で今日行ってずーっと休憩時間とか食べたい食べたいなーとか思ってね、自販機を眺めてたんですよ。ただ終わった後にマネージャーさんが買ってくださって、みんなの分チョコチップにしました。チョコチップノアピとお揃いでした。美味しかった。ノアピはちょっと今日ね、お見送りまで間に合わなかったんよ。お見送りはねちょっとノアピ参加できずで、年齢の時間の都合で。でもイベント、お見送りより前は全部出れました。ギリお見送りだけ出れなかった。そうなの、だから今日も配信をこの後もさね、ノアピイベントとかの後できないからね。いつもお昼ぐらいとか夕方とか朝とかにしてますよね、なんかツイートもありがとうございましたって。だから皆さん明日ノアピの投稿はお楽しみにです。 G2 さん音符ありがとう。え、 TikTok に上がってたの？早っ。お見送り動画早っ、仕事が早いですね。あ、無理だった。 iPad は私は TikTok 入れてなかった。後で見ときます、後で見とくと。そう、ノアピね、ゲームみんな 2.5 期とね、3期が今ゲームの、3期の昇格した4人と 2.5 期の4人でゲームのイベントをやってるんですけど、今日はそう、船の中でも 2.5 期生のファンの方がゲームをコツコツしてて、楽屋でもノアピもずっとやっててね。私もこの前そのゲームイベント初めてさやって、うわ難しい、大変だと思ったから休憩時間もずっとやってて、ファンの方がね、なんかファンの方の座ってる席の後ろから登場するスタイルやったよね、今日のビンゴが。でファンの方が七並べしてるのとか見えてた。わ、七並べしてくれとる、待ち時間にしてくれとると思って覗いたら、次あまたやってると思って覗いたら、その 2.5 期のゲームとかしてて、 ありがとうございます、待ち時間もやってくださって。難しいよねゲームイベント、ルールを把握してきた頃に終わっちゃうもん、終わってまう。いや勝手に覗いてごめんだけどね、本当に本当にもう目の前を、もう真後ろからこう目の前を通っていく動線だったから、もう普通に手振ってるだけで丸見えだったんです。覗いたわけじゃなくてもう見えてたので、見えちゃった。やはやはさん、ハイビスカスありがとう。パセリ談義に花を咲かせてました。いっぱい喋ってた。みやんさんハートありがとう。こんばんは。シーパセオ、こんな、これシーパセオとパセリです。シーパセリ楽しかった。楽しすぎた。G2
G2 さんありがとう、ナルシさん音符、キングさんマイクありがとう。一部のファンの理解力のせいに呆れてた。そう、ノーピがなんか想像つくか、頑張って説明して心折れたんかなってそうってなってそう。ブンさんマイクありがとう。うん、カラーリングエレガントだった、素敵だった。ゴールドとこの黒と青の間みたいな、コーンみたいな色が素敵だった。シーパーセオ、シーパーセリー。暑かったけど楽しかった、ありがとう。いや暑かったよね、待ってる時もね。ありがとうございます、並んでくださって。本当に暑い中、直射日光じゃないにしてもずっとムシムシしてるような暑さだったから、水分取ってください。塩分もねしっかり取って体を休めてください。ありがとう。うっかりあんこさんお断りです。あーみんなまたやりたいなね。高崎愛子、間違った、高崎愛子の3人のイベントもなんかしたいって話してるんですけど、何がいいんだろうね。メンバーで勝手に言ってるだけなんだけど、スタッフさんの OK はまだもらってないんですけど、3人でこの前も配信した時にショールームでやりたいねって話があったじゃないですかね。ファンのみんなと高崎愛子の3人となんか愛子の卒業前にできたらいいな。遠泳高崎愛子の3人とファンの方と遠泳すんの全然喋れんけど大丈夫、息継ぎの時ぐらいしか喋れんけど。クロール遠泳やばいよ、途中溺れたら終わりよ、命がけすぎるんだけど、お化け屋敷却下却下ですよ、怖いもん。富士急ハイランド行く時もあやぱんとサヤと私は絶対にジェットコースターも乗らないしお化け屋敷も行かないって3人で誓い合ったんだから。アイコだけジェットコースター乗るって言ってたんだから。トニーさんハート、キングさんマイク、フミヤキさんバルーンありがとうございます。ありがとうございます。そう、アヤパンに会いに行きたいの、会いに行く、次の帰省で会いに行くって決めてるんです。私の次の帰省がまだ未定なんですけど、次帰るときはパンちゃんに連絡して、パンちゃんの予定とも会えば会えます。だから難しいよ、帰省が決まるタイミング結構ギリギリなので。パンちゃんもさ、パンちゃんの人生があるからタイミングが合うかどうかかかっています。ミックさんハイビスカス、しんちさんバラありがとう、ありがとう。うん、難しい、会いたい、パンちゃんに会いたい、この前会いたいよって連絡しちゃった、会いたすぎて、会いたいって1ヶ月前ぐらいに言ってくれたら予定開けるよって言われました1ヶ月前からの予約がいるらしい、パンちゃんと遊ぶには無理なんだけど、そんな予定分からんから、無理だよ、うん、9月の予定とか分からんから。パパパンダさんだるまありがとう、ありがとう。そう、予約制、パンちゃん大人気、
そうなの、タイミングにかけるしかない。ちょうどパンちゃんが予定ない日であれって感じです。ひなさんハート、おたけさんバラ、かずのしんさんかわいい、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。おたけさん小判ありがとう。明日の髪悩む、どうしよう、悩むよ、代わりに行きます。ダメです、うつみさんに先越されたから次は私うつみの次はおさきです、名前順だから。ケンタロウカープさん音符ありがとう。シーパセリ、シーパセリしてきたよ。 G2 さんレインボースター10個ありがとう。キングさんマイクありがとう。パセ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 、パセパセパセ、わーみんなリプありがとうございます。リプありがとう。この写真はサーヤンが撮ってくれました。今日いっぱいヤンがね可愛い写真撮ってくれたから、どん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 どこどんどこ載せていきたいと思っています。見せようと思ったけど同期されていませんでしたので見せれませんでした。またいろんな SNS 見て載せていこうと思います。わー、ゼータン、クマちゃんありがとう。夢川クマ、竹のっちさん音符ありがとう。お団子がツインかポニテお団子がツインかポニテ、全然全部違うじゃん、全然違う。ツインで、この三つ編み系もいい、このこうやって編み込んでここで三つ編みする系もいいし、悩むんごですね。ファンの人のタイタニック画像しか流れてこない私も見たわ、見たよ、タイタニック、一人タイタニックしてる人とかいた。やりたくなるよね、船に乗ったらね。 G2 さんハート、アルテミスさんレインボースターありがとう。ポニーテールにする、え悩む。明日はいっぱいアイドルがいるから、その中でも髪型で特徴を出した方がいいよね、悩む。これでもいいけどね、これあのアーシャと似たような髪型だから、やっぱアーシャって大事じゃないですかね。え、かずいさんマイク、G2 さんハート、ヒロさん断りです、ポキンさんハートありがとうございます。クラゲいいね、クラゲも最近してないね。そうなんよ、メンバーと被る問題があるんよね。メンバー16人で被らないってのは絶対無理だもんね。風水ポニー絶対被るやん確実に被るわ、確実に。そらそやかさん音符、かずきさんマイクありがとうございます。はらからさんお断りです。はるさんハートありがとう。デコ出しは被らない、確かにティフでデコ出しするのは結構チャレンジャーやね、被らなそう。でも無理だよ、私もちょっと勇気出ないよ、無理よ。今日いたアイドルさんどんな髪型したんだろう。今日 HKT さんですよね、ティフ、ちょっと HKT さんの TIFF の集合写真とか見てみようかな。 HKT48 ポン、おお、三つ編み、ポニーテール、おろし髪、ツインテール、あー三つ編み2人、あ3人、いやでもおろし髪いる、おろし髪すごいね。あ、愛知三つ編みだ、愛知
ち元気かな。全然会えてないです。同じ長崎出身の江口ココハちゃんはここでお団子2個三つ編みして編み込んでお団子2個してる。ポニーテール多いかな。ポニーテール多いかも。 NMB さんも NMB48 NMB さんの髪型は、あ、サイドポニーいいね。サイドポニー、あ、お団子ここで2個とかかわいい。クラゲもいる。あ、ツインテール、やっぱツインとポニーなのかな。涼しいのね。おろし髪できる人めっちゃ羨ましい。私おろし髪したらもう本番前に終わっちゃうの。首周りが終わってまうんです。あ、リプが増えてる。ありがとうリプ。パニーさんお断りです。クーさんペンライト。秋竹城さんハートありがとう。悩むどん悩むどん、どんどこどん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 どんどんどん。今はお宝鑑定団の歌歌っちゃいました。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかちゃん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 ちゃ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 。ね、涼しい髪にしよう。絶対に絶対に。そうする。そういたします。高めのポニーテール。高めのポニーテール絶対涼しいね。去年の打ち上げ祭でやった、ツアーの打ち上げ祭でやったポニーテールが結構気に入ってるよね。こんばんは。どうも。明日はどんな服を着ていこうかな。悩みますな。悩むな。全部悩む。服も悩むし、髪も悩むし。あ、みんなに聞いてほしい話がある。あのね、昨日ね、なんか夏場ってサンダルで過ごすことが多いんですね私。で昨日もレッスンがあってサンダルで行ったんですよ。でいつもサンダルで行くときレッスンのある日はちゃんと靴下を持参するんですけど、昨日忘れちゃって靴下を、最悪と思って、絶対臭くなるじゃんと思って、足もさ結構汗かくから、わもう靴下なかったら終わると思ってマネージャーさんに靴下とか予備ないですよねって言ったら、ないねって言われて、わあどうしようと思って、その楽屋レッスン場のさ部屋の中をいろいろメンバーの忘れ物とかこうやってちょっと覗いたりして、なかったんよねもう靴下は。あー最悪やーと思って、あティッシュを引こうと思ってね、靴の中敷きと足の間にティッシュを片足2枚ずつ入れたんですよ。したら終わる頃に終わる頃に脱いでみるともう大惨事、もう大変、事件事件。みんなは真似しないでくださいね。もう汗を吸ったティッシュがあの洗濯機に入れたやつと同じ、洗濯機でティッシュ洗った時を想像してほしいんですけど、もうでっかいのからちっちゃいのまで、しかも2枚入れちゃったからさ片足、もう最悪でした。もう最悪最悪、本当に最悪。10分ぐらい格闘してやっと帰れた。みんなは真似しないでください。気づかなかったんよ、もう
あーもう最悪靴下がないってことで頭いっぱいで、終わってからもう確かに足に汗かくっていう話だったのに入れたら意味ないやんと思ってやらかしました。昨日のやらかしエピでした。ミックさん、イレービンさん、エリブンさん、ハートありがとうございます。そうです、教訓にしてください。気をつけて。キングさん、マイクありがとう。靴下が大変届くぞ。やっぱりさ、靴下が穴がすぐほげるんですって言った後、しばらく私のプレゼントコーナー靴下しかないぐらい靴下だった。8割私のプレゼント置き場が靴下だった。みんなもう配信とか見て心配してくれたのかわかんないんですけど、一時期靴下ばっかり来る時あって、そう、もう全部ねありがたく使わせてもらっとる。ありがとうございます。そう、いろんななんか観光に行ったのでみたいな、あとなんかフェスとかさ、STU のイベントとかでどこどこ県に行ったのでそこのお土産屋さんで買った靴下ですとか、いろんな靴下が集まってきます。ね、靴下って消耗品。いや、私タオルも消耗品やけんさ、あのね、前にマネージャーさんがね、私がなんかのなんかのレッスンで、レッスンの前に別のお仕事があって、それがちょっと押したんよ、前のお仕事が。で、雨の中泣きながら、やばいレッスン遅れると思って、別にその責められることないのに、まだ入ったばっかりとかだったから、やばいレッスン遅れると思って、雨の中ダッシュで何分ぐらい、20分ぐらいですかね、走ってレッスン場に着いた時にもう泣きすぎてさ、焦りと雨となんかもういろんな感じで泣きすぎて、結局そのレッスンに出れないぐらいびしょびしょだし泣いてるしで大変だった時に、マネージャーさんがコンビニでバスタオルを買ってきてくださったよね。そのバスタオルも未だに活躍してます。ちゃんと思い出込みで使うために思い出す。ヤスさん、ハートありがとうございます。なんであの時あんなに雨の中走ったんやろうって、ゆっくり向かえばいいのに。そう、私お風呂上がりはあの犬タイプなんよ、バスタオル使わんタイプやから。バスタオルはね、あのブランケットとして使う、寝る時のブランケット、夏場とかのね時に使います。お風呂上がりはもうこんな犬スタイルなので、そう、なんか洗濯物増えるじゃん、お風呂入ったら。お風呂入る前に洗濯回して上がったら干したいんよ。だからお風呂上がりに体を拭くとタオルがさ生乾き臭放っちゃうじゃないですか。だから使わないで、犬タイプなんだよね。そうなんですよ。え、そう、びちゃびちゃになってる床が。ね、バスタオル、いや、バスタオルよくテレビであるよね、バスタオル何日使いますかみたいな。私1日で無理だよ、そもそも使ってないけど。みんなはどう？キムさん、かっこいい、ありがとう。そうなんですよ、お風呂に入ってる間に洗濯物を回したら効率よく干せるからと思って。いっぱい歩くのもいっぱい歩くのも犬スタイルだって、おもろい。確かに、いっぱい食べるのも犬スタイル、疲れたらベロが出てくるのも犬スタイル、はっはっってしちゃう。
ナイトクルージングありがとうございました。こちらこそありがとう、盛り上げてくれていっぱいリアクションありがとうございました。一人でちょっとビンゴ不安だったからリアクションしてくれて嬉しかったです、ありがとう。マーキングしてないよしてない、そこはインスタイルじゃないです、安心してほしい、うん、安心してお願い、本当だよ。ストーストのライン、私のあれ紹介文みたいな、なんかもっとあるやろ、もっとあるやん。ストーストのライン朝日セリカ、なんかちょっとやいよ。しんちさんゲームギフトありがとう。マーキング犬こんばんは、犬、あーもう18分だって、半に終わろう。そしてずっとこのさ、この一生、私もうかれこれ3年ぐらいこの待ち受けじゃんね、この待ち受けがしっくりくるね。ロック画面、シェンさんマイクありがとう。そう、ずっとこのままやん。今時計見て思った、あいこだ、あいこあいこ、そうずっと書いてない、そうなのです。眠たくなるかな、配信終わったら。ちゃんと G2 さんハートありがとう。ありがとう。そうなんだよね、待ち受けとかさ SNS のアイコンとかさ変わった時ちょっとなんか違うなってしっくりこなくなるよね。今インスタがそうなんですよインスタのアイコンが今アーシャにしとるんやけど、なんか鮮やかすぎて、しかもメンバーも結構あれにしとるから自分って気づかないの、あ、私やってなる。スカイファイルさん音符ありがとう。エジリンハートありがとう。ヤンクルの写真ありがとう。いいよ、あ、インスタか、いいよ。メールにも送ったし X にもあげちゃった、全部にあげちゃった、勝手に載せたのインスタ。ヤンヤンとくるくるのジャンプ対決、動画周りがある、動画さやに送ったから見せてもらってね。ヤンヤンとくるくるの、今日思ったことがあって、ヤンとくるくるってファンの人結構共通してる気がすると思った、共通しているなって思いましたね。うん、やっぱ同じユニットだし、あと同じ系統なのかなと思った、今日見てて思ったよね。時計時刻直った？うん、直った、今21分でしょ。うん、正確です、ぴったりよ。カツ丼食べ損ねて晩ご飯好きなのカレー食べたら上唇やけどでガリガリ、上顎やけどでガリガリ君の足味で冷やし中で、こんばんは。誕生日なのに踏んだり蹴ったりやな、いい誕生日の締めになってないかなってないね、もう最悪の締めやな。おっさんハートありがとう。ファンスをかぶってんなって今日思ったんよね。
のぶろうさん、ハートありがとう。修羅はどうだろう、私がビンゴしてる間にサイエントくるくるが物販だったんですけど、2列だったんよ、ファンの方の待機列が。で2列って結構さ大変じゃないですか、どっちを選ぶか問題。もしかしたらそこで修羅場だったかもしれません。としやさん、バラありがとう。トセイとかぶって、え、誰だろう、誰だろうね。でも私、誰とかぶってるかな。もう意外とばらけてる。ヤンもヤンも多いっていうよりはヤンのファンがサヤに送られたいがために来てくれてるみたいな感じの人もおるから、実質パセリ推しかって言われたらそうじゃなかったりもするんですよね。なんかかぶってるって言われたら誰かなって感じでしょ。でもかぶってるのかな。あいこはあんまりかぶってない。パンちゃんは、パンちゃん、あやパンは、私があやパン、あやパン大好き大好き、チュッ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 みたいな配信をしすぎたから、ファンの人も私のファンの人もみんなあやパン大好き大好きってなって、あのファンがかぶってたんですけど、かぶってたけど、まあそれはそう、私がそう行っていいよって言ったから、あやパセリ推しがいたんだけど、かぶってる、誰だろう。まもるさん、マイクありがとう。おきさん、いやでもね、いや、おきさん、どうだろう、どうだろう。確かにおきさん推しの方とか、いや私が勝手に顔を覚えてるだけかもしれん。お見送り大体隣だから、あ、この人おきさん推しなんやと思って覚えてるだけかもしれません。リンコ、いや、いや、リンコは、リンコはね、あれなんですよ、リンコが卒業した後にそのパセリ推しになった人多いってよくメンバーに言われるけど、いや違うなって私は思ってるから、みんな3期に行ってんなっても思ってるから、みんなが思ってるほど被ってないかもしれない。今日のお昼ご飯屋さんの順番待ちで尾崎さんの名前借りました。ちゃんと尾崎さんって呼ばれた？尾崎じゃなかったか？そうなんよ、ビンゴね、ファンの方が偏ってた。みんなゆきりかの生誕ティーとか着とったもん。エリオさん、音符、メロンのあそこさん、だるまありがとう。ビンゴ、ビンゴ、ビンゴ、ビンゴ。ひらがな、あ、ひらがなのおさきか。じゃあもうそれはおさきだな。カタカナで書いてもさ、おざきってされるときあるよ。書類とかでさ、振りがな振りとかあるじゃないですか。漢字書いて、あの細い枠にさ、カタカナで書くときあるじゃん。ああいうときだいたいおざきって書かれる。尾崎にされる。尾崎って書いても絶対尾崎って言われる。キングさん、マイクありがとう。あ、今何時？26分。いい感じに睡魔来たかもしれない。いい感じに急に睡魔が来たかもです。お、これはぐっすり眠れるのではないでしょうか。急にまぶたが、いや、お風呂入るからそこで目が覚めるかもしれんけど、急に目が乾燥しだして、いや、目の乾燥かも、目の乾燥か眠気か分からんけど、やばいやばい、お風呂を早く終わらせて、テキパキテキパキ。
お風呂頑張るね。頑張るどーん。和彦さんマイクありがとうございます。キングさんマイクありがとうございます。生き物し隣のカップルはイチャイチャに負けずに食べました。カップルはもう熱々やからかき氷がすぐ溶けたやろ。熱々。今日のイベントもカップルかと思ったら夫婦でした。カップルですかってジェスチャーでカップルって言ったらってこうやって2人で無言でで左手か左手の薬指を2人でこうやって見せてきた人がいて思わなかったってされた。素敵。笑っちゃった。あまりにも息ぴったりで。おりちゃんありがとう。ミックさんバラありがとう。すぐ入るよ。クロさんハイビスカス。トシヒロさんマイクありがとうございます。では壇上を読んで終わりたいと思います。終わるどん。いくよ。13位キムさん、12位スプマンテさん、11位ジンライさん、10位アルテミスさん、9位シイチさん、8位キングさん、7位ワウワウさん、6位ゼータン、5位ゼットさん、4位フクちゃん、3位プーさん、2位カズノシーさん、1位 G2 さん、ありがとうございました。それでは皆さん昼夜と配信ありがとうございました。明日は夜配信をしたいと思っておりますので、またこれくらいの時間ですかね、これぐらいの時間にまた会いましょう。明日はティフ頑張ります。楽しみます。行ってくるよ。ミッチーお断りです。ありがとうございました。また明日。おやすみなさい。またね。あ、自己紹介メール送ったので、みんなもメール取ってるよって方はぜひ自己紹介待ってます。自己紹介し合おうね。また明日。